ヤギ秀デ一1月28日から1976年1月19日は、日本の工学者、ヤギ、歌アンテナの発明家として知られる、東北帝国大学、大阪帝国大学教授、内閣技術院総裁、東京工業大学、大阪帝国大学、武蔵工業大学で学長を務めた、ヤギアンテナ株式会社社長として、企業家、参議院議員として、 政治家の経歴も持つ、日本学士委員会委員、君一等随法賞受賞、文化勲章受賞、増君一等旭実大受賞、英典は、ジュニー、電気工学を専門とする工学者であり、宇田慎太郎と共に開発した、ヤギ、タアンテナの共同発明者として知られている。後に、この発明をもとにヤギアンテナ株式会社を創業し、初代社長に就いた。 東北帝国大学や大阪帝国大学での研究指導、教育や東京工業大学、武蔵工業大学などで学長として報職するなど、長年にわたり学術研究、教育分野で活躍した。1942年には、現在の千葉工業大学の創設にあたり、創設メンバーとして、同大学の創立に尽力している。太平洋戦争中は、内閣技術院総裁、 戦後は、右派社会党や日本社会党に所属し、参議院議員を務め国政にも参画した。大阪府大阪市東区北浜4丁目の八木中兵、道の三男として生まれる。父は、両外省であった。大阪市愛美尋常小学校、第四高等小学校、大阪府第一中学校に入学。1903年度中学を主席で卒業。すでに父が亡くなっていたが、 19歳上の長兄は、株屋に就職し、ヤギは、経済的援助を受けた。なお、当時の株屋は、世間の評判が低く、分家して、ヤギ家を継承した。1903年第3高等学校理科に入学。中学、高校時代には俳句など文学にも興味があった。1906年東京帝国大学校科、大学電気工学科に入学した。無線に興味を持った。 卒業時の成績は33名中5番であった。大鳥秀太郎教授の世話で、大学卒業後たちに、仙台高等工業学校の講師となった。ヤギは、東北帝国大学理科大学の本田幸太郎の、地遇を得、後に、長岡半太郎に伝え、長岡の推薦で、海外留学がヤギに命じられた。1913年から、 ドイツのドレスン工科大学のバルクハウゼン教授の下で研究した。1914年は第一次大戦勃発でスイスにいたがイギリスのフレミング教授の教室に移った。1915年は渡米しハーバード大学のピアス教授の下で研究した。ヤギの関心は次第に無線の方に移っていった。帰国後の研究では当時の電気工学の主たる関心が いわゆる強電と言われる電力工学にあったところをいち早く弱電と呼ばれる通信利用の分野の研究に取り組んだ。研究活動の資金確保にあたっては財団法人、斉藤法音会から電気を利用する通信法の研究で1934年度までに合計22万5千円の補助金を受けた。これらの成果としてヤギ、歌アンテナ、 分割陽極型マグネトロン等の業績を生み出す。ヤギがホンダと婚姻にしていることから、物理学科、近県で行われていた論文の林読会にも出席していた。その席上であまりに鋭い指摘をするために、会の開催日をヤギの属する電気工学科のゼミのある日と同じにして出席できないようにしようとする動きが出るほどだったという逸話がある。 米国企業の研究開発体制を参考にして、学内に電気通信研究所の設立を構想するが、実現はヤギが大阪帝大に移動した後の1935年になる、初代総長となる長岡半太郎の要請により、ヤギ自身の転任を前提に準備委員として、大学解説に尽力し、大阪帝国大学に移籍、理学部物理学科の初代主任教授となる。 菊池精子の原子核物理研究を主任教授として予算的にも人的にも支援した。講師として在職していた湯川秀樹がなかなか論文の発表が進まないところを知った激励し、それが後にノーベル物理学賞を受賞する中間子論に関する論文につながったと言われている。ヤギは講義の際、学生に本質的な発明ができるようになるためには、 新丸で電波が見えるようにならなければならないと教えていた。ヤギはレーダー開発など立ち遅れていた日本の科学兵器開発を指導するため海軍の長野治美軍令部総長の推薦を受けて技術院総裁に就任した。内閣技術院の総裁であるヤギ自身も熱戦誘導兵器の研究を推進していた。ちなみに同研究は技術者のイブカ大と 海軍技術将校の森田昭雄が出会い、戦後ソニーを創業するきっかけとなった。配色濃厚となった1945年には、衆議院に予算委員会で質問に答え、技術当局は必死でない必中兵器を生み出す責任があるが、その完成を待たずに必死必中の特攻隊の出動を必要とする選挙区となり、残機に耐えないとの対位の答弁を行っている。これを聞いて、 委員会出席者中には涙するものもあったとの当時の報道がある。精神主義、特攻隊賛美ばかりが王い通する戦時下にあって科学技術者としての勇気を示した発言として名高い。1956年文化勲章事情大阪帝大総長を公職追放で追われてからしばらくは生活に困窮した時期があった。この時、大正末に取得された八木。 歌アンテナの特許はすでに期限が切れていた。かつての弟子たちが電気工学関係の教科書を分担して執筆し、ヤギに印税を寄付して支援した。ヤギはドイツ・イギリス留学時代から労働運動や社会主義に関心があり、日本フェビアン協会の会員でもあった。戦後も政治に関わり、ジョージ・バーナード賞などを読んでいたという、直接の弟子でなく面識もないエザ・キレオナ。 西沢純一を学士印象に推薦した晩年に至るまで学術の情報収集を欠かさず人材の発掘、育成に尽くした北の中学参考を経てありがとうございます。